はい、この間ね、僕らその草原にね、呼び出されて2人、で、ここへ来いって言うたけど、来いって言われて、で、2人で行って、はい、もう僕らは腹決めで中心会館、はい、その時に立ってみたら、もう大阪なんか、もう母さんが来ちゃって、もうだから来ると思ってたよ、さん、ほんで、もう待ち構えられちゃって、ほんでもう2対2っていう約束だったので、もうまあ、向こうも出てけへんかったけど、はい、もう関西から来ちゃった、もう関西ナンバー置いちゃったんで、今脱会する前ですか、脱会してからですか、もう脱会してから、うん、で、最後、ルール決めた、一人で奥様ですか、ここ奥様的には、まあ、リアルに僕もそうだよね、嫁にどうリアルにどういうふうに、あ、もっともっと僕の場合はね、僕の場合、僕は創価学会入ってて、彼女は、新入院ね、で、さっき新入院、同じせなあかんから新入院やめてくれって言われて、やめてもらって、はい、でも、学会に用を誘わなかったとか、もう学会はあかんやろっていうことで、あ、なんずっと学会になかったんですか、学会じゃない、それで僕がこの1月この後に間違ったって言うた、何個って言われて、ほんで、もう、そのまま行くぞって言うたら、もう、ゴーゴーって。ほんで、こっち側は、もう、二人であるんよ。もう、嫁さんがせえへんって言うたら、もう、離婚じゃっていう、なんかそういう気の部分がついてけえへんやったら。まあ、僕はね、まあ、一人やってたけど、少年部本部長やって、ゾウの副主長やって、ないもんね。朝1時間半で、2年目にも2時間、はい、それでずーっとやってたんやけど、何も変われへん、何も変われへんな、言うてな、この話やってて、で、ちょうど親のね、死に方がね、どうしてもおかしいなっていうのがお互いやと、でもやっぱり自分で納得できるとか話落としていけば大丈夫、はい、まあ、死に方なんて関係ない、はい、要は生きざまやと、はい、なるほど。いろいろ自分の納得できるところや話を自分で作っていくわけ、うん、誰だって、はいはいはい、そうですね、うん、ほんで、だから大丈夫やって聞いたけど、うん、実際ああいう死に方するとおかしいと思うやん、うん、思う、うん、それがずっとありながら頑張ってきてたんやけど、うん、ちょうど豊田さんのあれを YouTube を見た、第六での魔王はいけないと、はい、マジもさ、はい、と思った時にね、全てのね、前だからもう何十年噛み合ってきたっていうかな、パズルがおかしいなと思ってたのが、逆に持っていった時に全てがバチッと合うんだよ、なるほどなと、だから間違ったと、で、すぐ投げようか、僕らのその言うた 11点で快速してから2年間、この間も今年までずっと朝1時間半1年目ね、で、2年目2時間、はい、その結果やと、だから僕ら今若いメンズらにおいても学会とかどんどん生徒死ぬほど生徒、はい、絶対バチ当たるからね、だからもっと活動生徒、もっと財務生徒、選挙新聞取ってこい、選挙もやってこい、新記録じゃとか言うて、ここで今の若い世代用の仕事やってるやつらに、ね、僕らが、ね、育ててきた、あ、うん、今中枢になってるやつら、はいはい、送別会やと思う、出てるマジで先に言うてあげた、その頃に後から聞こえたら気付いたらあかんから、ちょっとおいでって言うて、はいはいはい、何も知らん状態に、はいはい、もう行ってもじゃって誘ったら、出にくくなったらかわいそうやからって、先おいでって言う、で、こうみんなも口開いてもあぜんもう何も言うやらない、でお前らとりあえず立場上げながらやれってことがあると、はいはい、ほんだらまあ、で見とけとっていう、そんな感じ、ゆくゆくはだけどね、一緒にやってされる、くる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 、この前にね、言うてきたじゃん、こいつらでも支部長投げて、支部長は本部長投げてくると、はい、投げよ、職員の方にね、和軍に、和軍で、はい、だから絶対ね、待ってないで、その自信、もう心揺らいで体感する人はいてないですか、あ、もう一人出た、それは男子部のね、ゾーン書記長、昔やってたから今もそうねんで、はい、その後はもうすぐ行ってた、ね、あ、ほんともう大会社だった、うん、その後はね、今ちょっと今日店
あの焼き鳥屋さんなんで晩勝負なあの商売なんで、はい、今日はこれ出ないんだけど、もうまあ一人だけ、あとね、みんなやっぱり家庭の事情とか、そうそう、で家庭の事情とか、支部長とか長とか、まあいろいろあるんで、それはまあとりあえずやれよと、うん、あのそんなんでこう弱点になったらあかんの。でも気持ち的には人の意見にこうお母さんがとか嫁さんがとかは言うなと。まあ、家族、今までなんか、つながり人脈ですね、家族で、まあ、あの、スカカ組織は人脈があるっていう組織ですからね、家族は。だからね、家族どうしようかって思う、嫁が、僕は行きたいけど、嫁反対したらどうしようかって思うやったらね、それまずそもそも間違いない。嫁どうしようかって思うからね、嫁を釈服しょっていうところはあるさ。そうですね、まあそこですね、そこはもちろんね、私の奥様はずっと若いさ。で、婦人部の白井長になって、話し合ってはずっと話し合ってもうおかしいな、おかしいな、もう誰もこうあげながらずっとね、それ朝2時間あげて会社行ってんだよ、僕ら2人ほいで、なんもないね、余計わずなったね見事に、如実にずっとずっとってで、さっきのね、公安にのね、大防本所の11月8日の新聞、あの新聞の中に14を対象にしませんか、あれももちろん企画で、うん、あれに対していろんな幹部の人に言うんだけどね、誰も答えねえ。そうですね、それは僕らもやってきたけど、うん、でそんなことね、どうでもいいんやと、先生と自分っていうのを持ってたら全員に合わせてね、みんな言え。でも先生よりご本論やからね、っていうところと、あの今こうみんな学会の人はそこ先生と聞く、うん、で僕らはもう出身の監督は大丈夫と思ってるとこから入ったから、だからあんまり腹立ってない。ほんまにトヨさんと一週間後に行ったもんね、なんかね。うん。こ、うん、れ僕はちょっと残ってね。どういう状況をやっていくか。あ、せーの、行ってもかったけど、一応。そうそうそう。僕らがね、内徳信仰50日。同じ5本バットほど巻いて。別に進められたかったわけじゃない。え、勧められたから、いやもう一緒に行ったもん、あの大阪に、うん、感じたのは一緒で、ずっとおかしいな、で僕もおかしいなと思いながらここへ来て、おかまって、あ、そうだと、やっぱりか、あ、行こうか、行こうって一緒ね、だから戦略的に彼が辞めたら組織がどんなことをするのかを少しこう残ってみようっていうことなんです。うん、でもまあそんなね、当初の目的、あの日にちよりもずっと前にね、もうちゃっちゃともうやめちゃったんですよ。5月 5.3 人やめるつもりだったんで、僕は 5.3 人その代わりもう一人入れたけども、うん、やっぱりこうね、もう動きたなってくる、しゃべりたなってくる、もう歓喜なんよ、これが歓喜なんやって思う、もう行きたなってくる。今回、ね、僕らも明日からまたあの自分らの最終役職の上の幹部とか県庁とか道庁らね、に行く、僕らその世代とこ付き合う、ね、先輩ね、7つ上ぐらいの今はもう県庁とかそんなとこにあの行って、帰れって言われても水臭いなとか言いながらでも食らいついていって、この話を徹底的にいこうっていう、あとはみんなそれぞれ両親の通りがね、さっきこう両親の方のこう身内のこともやりながら、身内で一気にいかないで大変ですよ。そうですね、ご両親とか、まあ、そうバリバリされたわけでしょ。バリバリじゃなかったけど、まあ母親は辞めさせた、あ、うん、もうバーンと、で再婚やったんで、はい、で、あ、母親は再婚やったんで母親に辞めさせて、はい、で、義理の親父の方は、まあ、とりあえず残った、で残ったんやけども、まあええわと、まあそうしような人がけでするんやなと、そしたら、あのこれ、ホッケを悟る父ちゃん、これをあの学会さんの時に、同志の人に聞こうかなと。なるほど。ほら、行く窓口増えたと。なるじゃあ、義理のお父さんを、その何、その、なんつうか、餌食じゃないけど、もう人見ろくにして。いや、それはちょっと。いや、それね、あの、もう散々話やって、で、あの、最初辞めるって言ったんやけど、決まりなんで、
ほんたらもうあの言うこと聞けんねんなと。もうええ年来たら息子のはもう50前の息子の意見聞けよと。でも本当の親孝行は死ぬじゃないですか、うん、そしたらちゃっちゃと日蓮召集であの式を挙げてあげることが本当の親孝行ですね。うーん、まあ、僕は、まあ、戦いの場合もあるんで、まあ、相場でが聞いて聞いてなんかまだまあちょっと長生きしてもらってゆっくりあのお話しさせていただきます。それが、ね、かわいそすぎますよ。